二頭筋がそんななくて、三頭筋ばっかり鍛えすぎちゃったからこんななっちゃった。三頭筋ってどうやって鍛えてるんですか？あの、これね、後ろの腕立て。時間にルーズな人、朝倉って書いてあるわ、みんな。俺も書いたわ、それ。大体遅刻してくるもん。ねえ、あいつマジ、何回言ってもしてくるよね。今日は本当にひどいよね。でも、6時半だと思ってて、6時にいないじゃないですかね、これ。でも多分7時だと思ってたって言うでしょうね。LINE してるのに、うん、勘違いしてごめん、7時だと思って。あの人は LINE 読まないから。嫌いやわ。了解ですとかって返してきてましたっけ？いや、何の返事してきてない。ああ。でも、既読にはなってますもんね。うん、既読にはなってる。煮物だな。楽しみ。これがあったわ。これならね、腕も。うん。うわ、なんか、たてしん時の船木さんって感じするわ。そう、そう、本当、本当に確かに。これはちなみに、あの、朝倉さんからもらった。船木さん、それいつもとなんか変えてます？ソファーの位置かな？ソファーをあの倒してんのよ。ああ、なるほど。で、そこで腹筋とかもできるように、もうカメラワークもチェックしてる。なるほどね。いや、確かに。もうそこに寝そべれば、ちゃんと見えますもんね。ゆうさん。はい。ゆうたさん、めちゃくちゃツイートしてます。1分前に。今ね、来た。許可する。ちょっと待って。もう笑っちゃうな、でも。心境な感じで。笑っちゃうな、これ絶対。普通に、ちゃんとした理由言ってきたらどうしよう。まあいいや。じゃあ行きます。皆さん行きますね。はい。笑っちゃうわ、これでも。雪山にも感じるトマトパックに仕上がる。そんな少し唐辛子を加え、より甘みを引き立たせれば完成。贅沢これ。極上のトマトで作るケチャップのお味は？画角にもいないですよ。おい、さくら。おはようございます。ゆうちゃん。おはよう。今何時ですか？今、何時？ 6 時56分です。何時集合ですか？すいません、ちょっとツイッター返すの遅れちゃってて。それは理由になるんですか？なりません。
相手からやればいいんじゃないですか。はい、すいません。嫌だ。嫌だって。せっかくゆうちゃんがそうやって、ちょっとずつみんなに愛され始めて、いいなって思ってる時に、そういうことやられると、ちょっと違うなって思ってしまいます。すいません。いない。朝倉さん、僕怒ってるのにいなくならないでください。すいません。いや、だって、そう言ってること、合ってますよね。合ってます。今日は、朝倉さんの企画も多いですし、はい。マー君とか何も知らないから、それについてちゃんと説明したいし、はい。そういうのがあるのに、アイスプリン食べてますか？ごめんなさい、喉の調子が悪くて。あ、全然、それは全然。それはいいんですけど、ちょっと、既読になってたわけですし、ちょっと遅れるとか一個もないし、それは今までちょっと約束してきたことと違うというか、そのビジネスパートナーとしてもちょっと信用を失いますよ、それは。すいません、入ってからやります、今後。連絡もします。すいませんでした、皆さん。ドッキリでした。ドッキリにならん。ちょっと厳しいな。ええ。面白すぎるって。まず入りがダメですよ。はい、画角に映ってないで。あんなマジダメだから。いいじゃんこれ。まず、めちゃめちゃ俺がブチギレるドッキリをしようって今言ってたんだけど、うん、あの応援が面白すぎて何にもできなかったんだけど。ダメだよ、ごめんなさい。マジで本当にごめんなさい。で、怒っていなくなるし、しばらくプリン食ってるってどういうことなんだ。ひどすぎるよ。だってさ、怒ってる人がいるのに、俺下向いて怒ってたんだけどさ、笑っちゃうから、パッて見たらいねえし、次の瞬間、プリンみたいなの食ってるし、そんなんさ、怒れないよ。すごいな、怒れないようにしてんだ。すごいよ、作詞だよ。いや、そんなことない。本当に、才能。ゆうちゃん、今、ちなみに、録画してやるって。いや、マジ？これ出すから。最悪よ、それはもう。ダメだよね。出すからね、もう。やめて、本当に。出します。せめてもの仕返し。マジで。せめてもの仕返し。だって30分遅刻してんのは本当だからな。すいません、それは。ごめんなさい。お前よ。ちゃんとすいません。ゆうちゃん、ドッキリ大成功って言って。YouTuber みたいに。ドッキリ大成功。待ちながら言うなよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。本当に。